大谷翔平はダブルヘッダー第1試合に先発。第2試合は、前の試合が終わってから40分後開始。26日に行われる予定だったタイガースとエンゼルスの試合は、悪天候のため中止となった。エンゼルスの公式サイトによると、この試合は、27日にダブルヘッダーとて組み込まれる。大谷は、その第1試合で、投打のリアル二刀流で先発登板する。大谷は、当初の予定より、登板が1日早まり、通常の休養期間に戻る。大谷寝る時間ないや。なんでこんな感じなんやろな。40分後。さすがに大谷は2試合目休んだ方がええやろ。大谷7安打しろ。ダブルヘッダーで一番やばいのは延長だよな。みんな見るんかこれ。ちょうど休みやし楽しみやわ。40分後は草。大谷ならなんとかなんだろ。自らは見るけど、その後のは見なくてええな。大谷さん疲労や罵声。